環境が違うから好き嫌いは否めない津が駄目だったりセロリが好きだったりするのねましてや男と女だからすれ違いはしょうがない を求めたりなっちゃうね何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろうやるせない時とか心もとない夜できるだけ一緒にいたいのさ もとどこか他人だから価値観は否めない流行りが過ぎだったりその割り子風などがあったりするのね性格曲げてまで気持ちを抑えてまで付き合うことないけど それじゃ持ちきれない素敵な時間にできるだけ一緒にいたいのさ頑張ってみるよやれるだけ頑張ってみて